Raj is 25 years old. He lives in Singapore. He speaks English, Hindi, and Malay. 今日はリスニング第2弾お届けしていきたいと思います。Hello everyone, it's Erin. Thank you for coming back to my channel. 皆さんこんにちは、ダニエル・エリです。今日もこちらのチャンネルに戻ってきてくださってありがとうございます。今日はリスニング第2弾。前回はイギリスに住む中国人のウェンディちゃんという子についての文章でしたけれども、今日はどんな文章になるのでしょうか。まずはネイティブの発音でリスニング、そしてクエスチョンまでね、通して聞いていただきたいと思います。 Raj is 25 years old. He lives in Singapore. He speaks English, Hindi and Malay. He has two brothers and one sister. His sister lives in Singapore.His brothers live in Malaysia. Raj is a truck driver. He drives a big truck. He likes to drive a big truck. He drives to Malaysia every day. Questions. Number one, what is his name? Number two, how old is Raj? Number three, where does he live? Number four, does he have three brothers? Number five, does his sister live in Singapore? Number six,Does he drive to Canada every day? Number 7. Where do you live? いかがでしたか？ネイティブの発音でしっかり聞き取れましたか？ちょっとね、早いと感じた方もいらっしゃるかもしれませんしね、内容が結構基本的なので全部わかったという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今から私が一緒に解説をしていこうと思います。では、一番初めの文章、クエスチョンの1番と2番の答えにもなっています。Raj.is 25 years old というふうに言っています。そしてクエスチョンの1番は What is his name? 彼の名前は何ですか。そして2番は How old is he? というふうに聞いています。なので1番 What is his name? 彼の名前は何ですか。 Raj と言っていますので It's Raj というふうに答えます。ちょっとね、あまり日本では聞き慣れない名前ですよね。 Question 2、 質問の2つ目は How old is he? How old is he? というふうに聞いています。年齢をいくつですかというふうに聞いていますので、この最初の文でわかります。 Raj is 25 years old ということですので He is 25 years old もしくは He is 25 というふうに答えていただければ構いません。では読み進めます。 He lives in Singapore. He lives in Singapore. ここでこの人がどこに住んでいるか分かりますよね。そして Question 3、 3番目の質問の答えにもなります。シンガポールに住んでいるよということが分かります。なので Question No. 3 Where does he live? ここの答えは He lives in Singapore. そして次の文章ではこの人が何語を話すのかというのが詳しくわかります。 He speaks English, Hindi, and Malay というふうになっています。なのでここでどんな言語を話せるかというと、この人は英語 English、 Hindi、 ヒンズー語、そして Malay、 マレー語を話せるということがわかります。では次の文章を読んでいきます。 He has two brothers and a sister. He has two brothersAnd a sister というふうに言っています。ここは Question 4、 4番目の質問の答えにもなります。4番目の質問は Does he have three brothers? Does he have three brothers? お兄さんまたは弟が3人いますかというふうに聞いています。ですがこの文章をよく聞いてみると、 He has two brothers and a sister ということで、 two brothers、 男の兄弟が2人、そして a sister というふうに言っていますので、女の兄弟は1人なんだなということがわかります。なのでこの質問の答えは No です。お兄さんもしくは弟は2人、3人ではないですよね。なので No he doesn't、 No he doesn't が答えになります。そして次のところでその妹もしくはお姉さんについて詳しく話しています。そしてこれが Question 5、5番目の質問の答えとなります。次の文章は His sister lives in Singapore というふうに言っています。 His sister lives in Singapore。 5番目の質問は
Does his sister live in Singapore? Does his sister live in Singapore? 彼のお姉さんもしくは妹はシンガポールに住んでいますか？というふうに聞いていますので、ここの答えはさっきの文章とマッチして、答えは Yes, she does. Yes, she does. She というのはお姉さんもしくは妹のことですよね。なので Raj と同じシンガポール、シンガポールに住んでいるということがわかります。そして次は男の兄弟がどこに住んでいるのかを知ることができます。His brothers live in Malaysia. His brothers live in Malaysia. ということで、お兄さんもしくは弟はマレーシアに住んでるんだなということがわかります。次の文章からは、Raj の職業について述べられています。Raj is a truck driver. Raj is a truck driver. ということで、Raj はトラックの運転手なんだなということがわかります。そしてどんなトラックに乗っているかというと、He drives a big truck. He drives a big truck. と言っていますので、大きなトラックを運転しているんだなということがわかります。そして次の文。He likes to drive a big truck. He likes to drive a big truck. と言っていますので、He likes. 彼は好きだ。To drive. To 何々で何々をすることがとなりますので、ドライブすることが、運転することが。A big truck.大きなトラックを運転することが好きだということがわかります。そして次が6番目の質問と関係するところです。 He drives to Malaysia every day. He drives to Malaysia every day. というふうになっています。そして question number 6、 6番目の質問は Does he drive to Canada every day? Does he drive to Canada every day? Does he drive? 彼は運転しますか？ To Canadaカナダに every day 毎日というふうに言っていますけれども、ここでは答えは no です。なぜなら文章の中では He drives to Malaysia every day というふうに言っています。マレーシアに毎日運転していますけれども、カナダに毎日運転しているわけではないのがわかりますので、 No he doesn't. No he doesn't が答えになります。そして7番目の質問、 Question number 7、それは私たちに直接あなたはどうですかというふうに語りかけています。 Where do you live? Where do you live? というふうにあなたはどこに住んでいますかと聞かれています。ですので I live in、 私は住んでいます。 in、 in を使ってどこにと表現するでしたよね。 I live in Tokyo. I live in Nagoya. I live in Osaka. というふうに自分の住んでいる地区、または国、I live in Japan というふうに表現をしていきましょう。ということでね、今日はリスニング第2弾をね、お届けしてきました。いかがでしたでしょうか。リスニングってね、もう慣れだと思いますのでね、数をこなすとだんだんね、耳が慣れてきますのでね、気長にまたこういったね、レッスンをお届けしていきたいと思います。では、今日もね、このレッスン役に立ったわ、良かったと思われた方、ぜひチャンネル登録、そして高評価をお願いいたします。ではまた次回。 See you. Thank you so much. Bye bye.